こんにちは、ナチュベジウィルアツコです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は大地圃場で作業をしてます。すっかり暖かくなりましたね。野菜たちもね、元気になったんですけど、草も元気にしてますということでね、今日は、除草作業とあと、朝耕って言うんですけど、朝く耕運しました。はい、今ね、水曜がやってくれてます。はい、ちょっとね、あの野良で菜花が生えてきちゃってるのをね、こう旋回しながらですね、避けながら耕運をしてもらってます。今日はね、マイク忘れちゃって、もしかしたらね、音がうまく入らないかもしれないんですけど、まあ、風もないんでね、どうにかお話できるかなと思って撮影を始めております。それじゃあね、圃場の様子をね、見ていただこうかと思います。野良棒のね、こっちの右肩ですね、こちらね、4区画ぐらいにしてお野菜ね、作るの楽しんでいただけたらいいかなと思ってます。もうお二人ね、予約が入ってまして、お一人明日見えるっていうことで、進行深く耕運をしてきました。深く耕運っていうのはね、だいたいね、15センチぐらいの深さになるかな。はい、こんな感じです。で、こちらなんですけど、こう変な感じでこう段ボール打ってるところなんですけど、ここはね、じゃがいも植えてます。ここは出島です。ちょっと植え付け日なんかは、テロップ出しときます。実はですね、今朝マイナス1度まで下がりました。でね、お芋ちゃんみんなどうしたかなっていうふうに思うんですけど、大丈夫でしたかね。あの、芽が出てしまうとね、寒さに弱くなりますので、なるべくね、こう霜を当てない方がいいんですけれども、私たちはいつも遅めに植えて、しかも逆さ植えにして、で結構ね、上に土を盛り上げて植え付けをねしてますので、当然ね、まだ芋の芽は出てきてないんですけれども、こんな感じでね、遅霜から、芋の芽をね守るようにしてます。以前ね、全滅っていうことをね経験してまして、この3点ですね、早く植え付けすぎない、逆さ植えにする、土はしっかり盛り付ける、これをねやっております。もしかね、黒マルチなんかをここにかけてもね、保温になるのでやってみてもいいかと思うんですけども、なるべく私はこう資材費をかけないでやりたいなと思っているので、やらないで済む作業はしないっていうことをしてます。労力、時間、お金をなるべくかけないっていうことでね、それでもうまく育てるっていう、主義っていうんですかね、管理を、心がけています。はい、でこちらですね、ブロッコリーとスティックセニョールと混植してました。そら豆たちですね、スティックセニョールと、緑麗はね、もう収穫終了になっちゃって引き上げちゃいましたので、今ね、そら豆だけになってます。どうしたかな。この間見た時ね、ちょっとだけね、油虫ついてたんですけど、どうかな。意外とね、いないですね。大丈夫そうかな、今んとこね。でね、お花もね、咲いてきましたよ。これ、そら豆のお花ね。こんなたくさんつくのね。結構密ですね。でね、これ支柱がなんとなく立ててあるんですけどこれね、どうしようかなっていうふうに今迷ってるんですよね。本当はね、ここに畝の真ん中に1本ね、太い高いのを通してマイカ線をね、バッと張っていこうかなと思ったんですけど、なんかちょっとここ間を置きすぎてるかな、大丈夫かなっていうの心配がありました。なのでね、ちょっと、1本ずつにこう立ててった方がいいのかな、それともね、こう2本にしてこうずっとね、往復でこう苗を挟むように麻紐をかけてっちゃった方がいいのかな、ちょっと迷ってて、
どうしようっていう感じなので、今すごい中途半端な感じになってます。はいはい、これはね白菜のお花ですね。白菜菜花もね収穫始まりました。ここの圃場でなくてね、第五圃場の福岡エリアの方から今野良棒と白菜菜花出荷始めてます。瞬殺で売れちゃうんですね。で出荷量もそんなにねドドンと多くないんで、もうすぐ売り切れちゃってね、本当申し訳ないんですけどもね、そんな感じです。はい、というわけでね、意外とね虫今年はねつかないでね頑張ってくれてます。やっぱりねブロッコリーとの混色が良かったのかな。どうもね土が肥えすぎてると、なんていうのかな、それに窒素にアブラムシが反応するのかな、それでねやってくる虫がやってくるっていうので、ブロッコリーと豆でね土の養分をこう取り合いをするようにして育ってもらうようにしました。で豆とね、なんでブロッコリーかなっていうと、豆科とアブラナ科はね相性がいいっていうんですね、混色でね。あとね白菜キャベツなんかもあるんですけど、やっぱりねブロッコリーがダントツそら豆とね相性がいいよっていうのを調べたら見つかりましたので、今回やってみました。もう大成功だと思いますね。去年本当にね瀕死の状態でかわいそうだったんでね、うまくいったなっていうふうに思います。はい、ちょっとねキャベツは振るわなかったですねこの後ねこのマルチを生かしてね、もしかしたらツラリンゲンなんかねやっちゃおうかなって思ってます。はい、次ここですね。もうつくしがすごいんですよすごいもうつくつくですよ、こんな感じ。はい、ずらーっとねつくしがねもう杭打ったみたいにねもう杭をね打ったかのようにねずらーっと生えちゃってますね。特に私は気にしないんですけどね。ここはね西豊の畝です。西豊もね遅く植えて、しかも逆さ植えの、深植えをしてますので、まだ芽が出てないのでね、遅霜にやられることもないかと思います。で、なんでね、今、つくし生えててもあんまり気にしないよって言ったのかっていうと、じゃがいもは酸性の土が好きなんですね。で、つくしはね、酸性の土のとこに生えるんですね。だからね、あ、これでいいんだなっていうふうにね、思ってます。はい、スナップエンドキヌサヤのところに来ました。こっちがキヌサヤかな、こっち側はキヌサヤで、こっちがスナップエンドを巻いたような記憶があります。お花咲けばわかるんですね。スナップエンドの方が白いお花です。キヌサヤがピンクの花咲きます。うちの玄関先にもねスナップエンドじゃなくて紅花エンドをね植えてあるんですけど、あれはねもうお花咲いちゃってます。だけどこっちはね丈もそんなに高くないしお花咲いてないです。ただねなんかねこっちの方が葉っぱ立派な気がします。大きいかな。私はね草も虫も敵と思ったことがない、敵対心をね燃やしたことがないんですね。あー、なんでかな。特にね草が生えてきたからもう全部刈り取ろうとか、虫がいたからえいやっつけてやるとか一度も思ったことがなくて、別にそれはね優しいからとかそういうんじゃなくて、なんかそんな気が全く起きないんですね。なんでだろうね。ただしやっぱりそう、草マルチの話にもつながるんですけど、そこにあるものはね生かして使おうっていうことでやっております。なのでね草マルチをね使ったりしたね福岡エリア第五圃場なんかがねあります。でここね通路なんですけど、草を買ってそのままね刈り倒してあります。刈り方にちょっと特徴があります。根元まで刈ってないんです。だからこれすぐ伸びてきます。それでいいんですね。これ根元まで刈っちゃうとまた次生えてくるまで時間がかかっちゃうんですね。時間かかんない方がいいんじゃないのって言うんですけど、そうじゃないんですね。私これ使ってるんですよ、これをこの刈った草をね使ってます。それからこうやって刈った草がかぶさっていると地面が日陰になりますね。そうすると次のね
草がね芽吹かないんですよね。そんな感じでね、あとこれ栄養分になるんですね。ここのね土の枯れて分解されていい土になってくれます。それから通路に草を残す理由ですね。これはね3つあります。まずは強度を飛ばさないっていうこと、それから保水性ですね。去年の夏にね動画を撮ったんですけど、真夏のねカンカン照りの続く日、もう夕立も降らないような時でもね朝露がすごく降りるんですね。そうするとね一気にね土が潤うんですね。それをね狙っています。なのでね草ね残しときます。それから最後の一つが、よくね都心なんかに高いビルの屋上にね緑化って言って、お庭みたいなねところがあるのご存知ですか。屋上にね草を生やして建物のね温度を上げないようにっていう試みがなされてる建物があります。やっぱりね土にしとくよりもこう緑にしといた方が下がるっていうのかな。だからねあんまりね地温がこれでね上がりすぎないんじゃないかなっていうふうに思ってます。あとはね見た目もいいかな私はねこれはちょっと個人的にね感じ方が違うんで何とも言えないんですけど、私は土がこうむき出しになってて風が吹くと土ぼこりが舞うっていう圃場よりも緑がねいっぱいな圃場の方がすごく豊かだなっていうふうに思うんですね。あ、それからもう一個ねこの草を残す理由ありました。ここにね虫が住むんですよ。ちっちゃい虫ですね。例えばねこの辺ジグモなんか歩ってたりします。そうするとね例えばねお野菜なんかにつく青虫なんかを食べてくれたりとか、あとはなんだろうな、虫の生態系のバランス、それから草の生態系のバランスっていうのがそれぞれっていうのかな、大きい生態系のピラミッドを細かくして見ていくとそういうのがあるので、やっぱりある一定の植物だとか虫だとかがいなくなっちゃうと、それをご飯にしている虫や草、それから鳥なんかもどんどんこう他のピラミッドの生物たちが困っちゃうんですね。そうするとねこうガタッとこう生態系が狂ってしまって、何かにこうしわ寄せが来るんですね。例えばみんなカメムシとか嫌いって言うんですけど、カメムシばっかり退治しちゃうと今度アブラムシが増えるんですね。岡本頼隆さんの本によりますと、カメムシは警戒ホルモンを出してアリを警戒させるという役割があります。このカメムシをすべて駆除してしまうとアリの数が増えます。アリはアブラムシを連れてきますので、カメムシが全くいなくなると畑によってはアブラムシの被害に遭うことがあります、ね、そんな感じでねこうバランスをね自然にうまくとってるんで、それを邪魔しないっていうのがありますね。なのでね、もうなんていうかこういう元からあった植物じゃないものを人間が植えてるっていう時点でもう自然ではないので、もうなるべく心がけてもうそれ以上の邪魔はしないようにね、なるべくそういうのをね考えながらっていうのかな、心がけながら野菜をね育てたりしています。ルッコラもねお花咲きましたよ。大根の花って見たことありますか。これカラスのエンドウも咲いたね。カラスのエンドウね、そうそう、カラスのエンドウにびっしりアブラムシがついてて参ったなって思ったんだけど、その横に生えているスナップエンドウキヌサヤにはついてなかったっていう話をね聞いたことがあるんですけど、それ正解なんですね。ここでねカラスのエンドウでアブラムシをね止めててくれてるんですよね。はい、こちらね大根の花咲いてますね。はい、交雑しないようにねこんな感じで、ネットをかけてます。ここね今パッカ外しちゃったんでね、またちゃんとしておきます。はい、なんかね水曜も作業終わったみたいなんでね、はい、じゃあね今日の作業はここまでにしたいと思います。